スポーツチャンネル日本プロ野球こ,んにちはこれが頂点野球の頂点大谷翔平ホームラン22号大谷の古巣との感動の再会は全米を震撼させたロサンゼルスドジャースのスター選手である大谷翔平は6月21日日本では22日に元所属チームであるロサンゼルス・エンゼルスとの感情が高ぶる試合で今シーズン22本目のホームランを打ち観客を魅了しました リードオフヒッター兼指名打者として出場した大谷は5回に2ランホームランを放ち連続2試合でのリードオフホームランを達成しましたドジャースタジアムの満員の観客は大谷がエンゼルスを退団してから6シーズンぶりに公式戦で元チームメートと対戦するのを目撃し熱狂しました5回に2アウトランナー1塁の場面で大谷は左腕のタイラー・ムーアからの速球を打ち砕きセンターフィールド右側の壁に打ち込みました この強烈な打球は時速113マイルで飛び455フィートを飛んでチームメートと観客を驚かせましたカリフォルニアのローカル局バリースポーツウエストの解説者パトリック・オニールは完全に打ち砕かれた6年間これを見てきたけど今近くで見ているボールは信じられない速度で彼のバットから離れたと驚嘆しましたエンゼルスの放送チームも元スター選手のパワーに驚嘆していました このホームランは大谷が打った28番目の異なる MLB チームとなりまだカージナルスとフィリーズが彼の長打力を経験していない2チームとなりました78試合で22本のホームランを打ち今シーズン46本のペースで進んでいます特に6月は大谷にとって実り多い月で今月だけで8本直近6試合で5本のホームランを打っていますこれで、 日本と MLB の合計で250本のホームランまであと9本、メジャーで200本まであと7本に迫りました。試合前のウォームアップで大谷がフィールドに立ったとき、早く到着した観客から拍手が沸き起こり、感情が高ぶりました。彼は元エンゼルスのチームメートであるミッキー・モニアック外野手と温かい瞬間を共有し、彼らの親しい絆を再確認しました。エンゼルスのアシスタントコーチ ティム・バスは日本のメディアの現象について冗談を交えみんながいなくなって寂しい「どこに行ったの翔平はどこに行ったのああドジャースにいるんだ」と語り昨シーズンの日本風のヘルメットセレブレーションについても懐かしみましたカメラは大谷とモニアックがアウトフィールドの芝生で話し合う感動的なプレゲームの瞬間を捉え彼らの兄弟のような関係を反映した笑顔を見せました昨シーズン、 モニアックは大谷の献身について彼が負傷したのは本当に残念だけどそれでもプレーし続けている彼がチームをどれだけ大切にし野球を愛しているかを示している将来子どもたちに彼のことを話すだろうと語っていました他の元エンゼルスのチームメイトジョー・アデルデビッド・フレッチャールイス・レンヒホも試合前に大谷と温かい挨拶を交わしました大谷のの最初の打席では オニールは新しいドジャースファンに文脈を提供し、ドジャースファンはこんなの見たことないと言うけど昨年の攻撃成績はもっと良かったんだそして彼は投げてもいたと述べましたロサンゼルス大都市圏内にとどまりつつドジャースに移籍した大谷の存在は彼に対する熱狂をさらに高めています今シーズンも印象的な打率とホームラン数を記録し続けている大谷ですが オニールのコメントはエンゼルス時代の彼の前例のない二刀流の卓越性を思い出させるものでした。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、エンゼルスとの初対戦を前にした大谷翔平の心境について語りました。ロバーツ監督は、彼はこの初対戦を早く終わらせたいと思っているだろうと示唆しました。エンゼルスは大谷と親しい関係にある投手パトリック・サンドバルをマウンドに送りました。 大谷と元チームメイトとの試合前のコミュニケーションについて質問されたロバーツ監督は、特に彼と話し合ったことはないと述べ、大谷はエンゼルスでの時間を非常に感謝していると思うし、今ここでプレーすることに満足していると付け加えました。ロバーツ監督は、大谷の野球への集中を強調し、彼はおそらくこの初戦を早く乗り越えたいと思っているだろうと述べました。これは、大谷がロッキーズとの最近の試合後に、 自分のプレースタイルに集中することが優先だと強調しつつ、対戦を楽しみにしていると述べたコメントを反映しています。監督はこの試合の感情的な側面を過剰に取り上げることに注意を促し、大谷はそのことについて質問されるだろうが、最終的にはただ野球をしたいだけだと述べました。さらに、大谷の性格についても触れ、彼は当初予想していたよりも陽気な性格です。周囲のの人々とジョークを共有するのが好きで それは素晴らしいことです何よりも彼はチームの一員として完全に溶け込みたいと思っていますと明かしましたこれらのロバーツ監督のコメントは特定の試合の注目度にもかかわらず自分の仕事に専念し新しいチームに完全に溶け込もうとする選手としての大谷を描いていますまた大谷の以前にはあまり知られていなかった陽気な一面を強調しスター選手に対する一般の理解を深めるものでした 今日の試合で見せた大谷選手の初球対応はまさに計算し尽くされた美しいものでした彼が選んだのはカーブでしたがこれが見事に真ん中を裂いていきましたそのカーブ彼はほとんど力を入れずにスイングしたように見えましたが打球は驚くほど遠くまで飛んでいきましたね彼の技術と力のバランスがどれほど優れているかがよくわかりますそして彼が元所属チーム エンゼルスからこのホームランを放ったというのも感慨深いものがあります6月に入り彼が一番 DH で出場していることから新たなスタートを切っているようにも感じられますロッキーズ戦での飛距離も素晴らしかったですが今日の当たりは特に印象的でした狙い球をしっかり引き込んで打つ姿勢が見事でしたね9音も迫力がありましたがその放物線はまるで昔のケン・グリフィーを彷彿とさせる美しさでした まさに芸術的なホームランでしたねさらにホームラン前の2打席でもしっかりと4球を見極めていました大谷選手の冷静さと判断力には本当に感心します大谷選手はセンターやセンター左右へのホームランを簡単に打ちますそれも特大な一発でこんな選手は他にいません球場の形状からセンター方向への深いホームランはテレビ中継ではその飛距離が分かりにくいことがありますが 現地ののファンや選手にはその凄さが際立っています。ドジャース球場はホームランが出にくいとされていますがそんな球場を本拠地にしている大谷選手は本当に素晴らしいさらに彼はメンタル的なトラブルも乗り越えてきましたついに22号が出ましたね打った瞬間にそれと分かる素晴らしいホームランでしたボールがどうかなっちゃいそうな音がしましたよね本当にすごい打球でした今日は2、4球の後のこの一発ですから ボールがよく見えている証拠ですね現在リーグが違いますがヤンキースのアーロン・ジャッジが27本打っています大谷選手がどこまで追い上げるか目が離せませんね大谷翔平選手とエンゼルスの感動的な再会は野球ファンの心に深く刻まれる瞬間となりましたかつてのチームメートとの温かい交流や圧巻の22号ホームランは 大谷選手の人間性と卓越した才能を改めて私たちに示してくれましたドジャースタジアムに響き渡った歓声と元チームメートたちとの笑顔の交換は大谷選手がエンゼルス時代に築き上げた絆の強さを物語っていますこの歴史的な一戦で見せた大谷選手の姿は彼の野球に対する真摯な姿勢と常に進化し続ける選手としての姿を象徴していましたリードオフヒッターとしての新たな役割 そして指名打者としての圧倒的な存在感大谷選手は今シーズンさらなる高みを目指して挑戦を続けています試合後の独占インタビューや選手たちの裏話など興味深いコンテンツをお届けします大谷選手の元チームメイトたちの声やドジャース監督デーブ・ロバーツ氏の貴重なコメントなど試合では見ることのできない貴重な映像をお楽しみいただけますまた 大谷選手や他の選手たちの生の声を聞きたい方は我々の特別番組「ロッカールームトーク」もお見逃しなく選手たちの素顔や試合に向けての思いチームの雰囲気など野球の魅力をより深くより身近に感じていただける内容となっていますさらに大谷選手の驚異的な成績を詳しく分析する大谷翔平スタッツスペシャルも放送予定です彼のホームラン数の推移や打率出塁率など さまざまな角度から大谷選手の活躍を紐解いていきます野球 STATISTICS に興味がある方にもおすすめの内容です大谷翔平選手の新たな挑戦と彼が野球界にもたらす感動をこれからも一緒に見守っていきましょう彼の活躍が野球ファンだけでなくスポーツを愛するすべての人々に希望と勇気を与え続けることを願っていますこれからも バリースポーツウエストは大谷選手をはじめとする日本人メジャーリーガーの活躍を、詳細かつ熱意を持ってお伝えしてまいります。皆様、今後ともご視聴よろしくお願いいたします。野球の感動と興奮を共に分かち合いましょう。